よかった。本当に。いただただだ。よかったわね、飯塚薫。どう？久しぶりに自分の足で歩いた感想は。嬉しい？嬉しい。でしょうね。もう二度と歩けなくなるなんてことにならないよう祈ってるわ。そろそろ夕飯の時間よ。帰りましょう。ああ。宗七くん、また4日後に来てね。うん、また4日後に来るから。寝よっか。もう本当にさっきから変よ。ぼーっとしてさ。うん。ぬくまるのが一番だよね。それじゃあおやすみなさ。なに？なあ、ちょっと抱きしめてもいい？大丈夫大丈夫、そんなにきつく抱きしめないから。もしかして寒いの？いや。
すずは温かいな。安心する。ねえ、どうしたの？本当に。
なんだ、こんなに簡単だったんだ。ね、サービス。あなたの足、少しは動けるようにしておいたわ。なんて。第一の問いに対する答え。少しは陽一くんの苦労も味わってもらおうと思っただけよ。第2の問いに対する答え。私があなたの生殺与奪の権利を握っていると分かってほしかったから。できれば宗七君の前から消えてほしい。今すぐじゃなくてもいいけどね。できるだけ早く。断れば一生歩けないままよ。
本当はもっと長く苦しめたかったんだけどね。宗七くんがいちいち気に病むし、直してあげるわ。それまでおとなしくしてなさい。そして今後宗七くんに近づかないで。いいわね。はい。俺です。